あの僕は昨日トレーニングジムに行ったら、はい、ある男の人に映画見に行きましたと。個人的には俺は怒ったぞが好きなんですけどって言われて、いやあれはドラゴンボールからいただきましたネタですって言ったら、やっぱり分かる人には分かるかなと、通じたなと。いやもうでもなんか今まで劇を演じた中で、あんまこの間鈴村監督がこうコメント残してたので、今まで僕が演じてた劇の中で今回が一番好きかもっていうコメントがあったりとか、あの自分の中でも一番こうギャバンタイプ G を演じてしっくりきてる役ですね、今までの流れ。はい、スクワットすごいことじゃないですか。すごいことじゃないですか。そういうことじゃないですか。ちなみに、あの時計は口にある時計と知らないですか。あと、ブルーレイ特典にはあのメイキングが入ってて、これ結構あのキャラクターのメイキングっていうよりはどちらかというと役者がメインでメイキングを作られてて、変身後のあのシーンが少ないメイキングになってるんですよね。それがなんかすごく面白いっていうか、今までにないかなと。で、自分もその時の撮影の時のテンションと今だいぶ違うので、その時に思った僕の気持ちだったり役者の気持ちだったりで、僕とデカレンジャーの関係だったり、あとは中明先生が新曲を作ったっていう時のその録音現場とかで、大場さんが1日だけの撮影とおっしゃってましたけど、そこを密着してこう追っかけてるところとかもありますので、ブルーレイならではの楽しみあの方ができるとか、そういうとこ見たいですね、見てほしいですね。あとオーディオコメンタリーは本当男ばっかなんでアホなんで映画見続けたらあのオーディオコメンタリーを見てメイキングを見ていただくとあの面白い流れになってると思います。はい、最初はもう真っ白無で見て、僕は3回ぐらい、子供と一緒に見たりとか一人で見たりとかしてるんですけど、ギャバンだけを追うとか、その作品の中でね、でこのデカレンジャーだけのチームを追うとかっていういろんな楽しみ方ができる。僕はあの追わなくてもいいですけどいやもう最大のクライマックスですからね。だから本当こう楽しみ方、あのマッドギャランね、マッドギャランマッドマックスって言われてね先輩のこう思いだけを追ってみるとかっていう見方もできて楽しめると思います。だからもう本当、いや10回ぐらいは楽に見れるんじゃないですかね。たくさん見て元を取ってください。